レンジャーズ、ドジャース、日本時間29日、アリゾナ、ドジャース、山本義信投手は28日、日本時間29日、敵地レンジャーズとのオープン戦に先発登板し、2回1アンダム失点3奪三振でマウンドを降りた。メジャー初実戦で昨季のワールドシリーズチャンピオンを圧倒し、ベンチで観戦した大谷翔平投手も拍手を送っていた。映像、山本義信と並んでも、 大きいな、ラ・ビジンレポーターに騒然。やっぱり綺麗、初回、先頭のセミエンを空振り三振に仕留め、メジャー、初アウト、を奪った。続くカーターに中前打を浴びたが、続くラングフォードをサンゴロ併殺に打ち取り、3人で切り抜けた。2回はローを空振り三振、ハイムをサヒに。タベラスをスプリットでこの日3個目の空振り三振に仕留めると、 マウンドを降りる際には笑顔も見せた。投じた19球中16球がストライク。驚異のストライク率84.2%だった。最速は96マイル、約154.5キロ、で予定の2回を終えると、カウントを間違えたのか、戻るタイミングが少し遅くなった。大谷から、戻って来い、とジェスチャーされると苦笑いを見せていた。 マウンドを降りる際には、観客はスタンディングオーベーションで山本を称えた。山本はこれまで実戦形式の打撃練習、ライブ BP で二度登板するなど調整を行ってきた。順調に進めば、3月20日から韓国で行われるパドレスとの開幕に連戦で公式戦デビューする予定となっている。